やめないわよ、私。小池由里子、周囲はやめてほしいと思っている中、まさかのコメントを発表。 東京はこのままでいいのかええー、どうもこすけです。今回もね、昨日に引き続き、都知事選迫ってまいりまして、小池百合子に対しての皆さんの思いと、まあ、このままだと小池百合子を当選していく中で、都の職員が小池百合子に対して並々ならぬ思いがありますので、そこら辺を深掘りしていきたいと思うんですけれども、まずはね、都知事選迫っている中で、まあ、ツイッター、あ、こちら、小池百合子を再選させてはならないということでね、僕正直、あまり政治関係のことはツイッターとかでは見てないんですけども、それでも、ね、え、ここトレンドに上がってくるぐらい、 皆さん注目を集めていると思うんですけれどもで僕があげた竹山のあこにお任せにおいて、えー、小池百合子に対して切り込んだことでねまあ、干されたんじゃないかということで、ね、動画上げさせてもらったんですけれどもそこから小池都政に対しての皆さんの怒りがコメントで僕全て読ませていただいておりましてな々ならの思いがございましてでやっぱりこちらこのプロジェクションマップの企画も小池百合子都知事はこのどう見ても安いプロジェクションマッピングで電通子会社に48億5000万流し今度は200 127億の予算を使って低所得者に1万円の消費金を支給するらしいといつから都税は小池百合子が選挙で勝つための軍資金になったのかばらまき、あ、ですよね自分に投票してほしいからねどうしようもないねこれね本当にプロジェクションマッピングだってね俺見てないのにこれ行かないと見れないんでしょこれこれもなんか品がないよねこれどう考えてもねであとこれなんで報道機関は小池百合子知事が 8年間にわたって公約を全く達成してないことについて批判しないのかと。これが過去の小池由里子の宣言ですよね。7つのゼロで12個のゼロって言ってる。あなたの意表は頼りですって言ってんだけど。まあ、この写真はいい顔してるけどね。待機児童ゼロ残業ゼロ残業みんなめっちゃしてる。自丸する人も出る、これ過労で。満員電車ロ暑い、混んでる。ペット丸処分やってるし。どうしようもない。玉格差ゼロとか。玉ってそんな格差があるのか 僕も東京ですけれども、そんな玉が格差されてるの分からない。で、ゼロね。原発、隠蔽、企業、団体、献金、待機児童ゼロ、児童喫煙ゼロ、満員電車ゼロ、とかね。もう全然あるじゃん。花粉症もある。ほんと鼻水すごい出るし。どうしようもないね。こいつは本当に。で、あと、こちら。選挙が終わったら手のひらを返す小池合子こんな人再選させたら東京終わるよ、ということで、ね、これはどういうことかというと、築地おかみ会会長、山口大さんが、こうおっしゃってる。 小池知事は最初、築地を守る、豊洲を活かすと、いかにも、築地を守って再整備をさせるようなことを言って、私たちもその気持ちになって頑張ってきたと。ところが、途中からぐっと変わってしまって、築地のことすべて何もなかったように、豊洲へ行かせたことはとても残念。小池知事にそれを一言言いたい。小池知事は終年翌年の、都議選前にこう言ってたと。三つの基本方針、築地を守る、豊洲を活かすと。ところがよ、選挙が終わったら知らんぷり。 もう最悪ですね。本当にクソみたいなものを売ってるやつみたいよ。もう売っちゃえばその後こっちはフォローしませんよと。えー、小池知事は築地を守ろうという気持ちはさらさらありません。今も築地は守る豊洲を活かすどっちも守ってくれない。どういうものができるか事業者の提案を見たが、あんなもののために築地があったのではないと。何もなくなった根こそぎ持っていかれた。生きでいなせでとても好きで守りたかった。築地を守っていくという気持ちを踏みにじられた。 神宮外苑の木を伐採する問題、火西臨海水族園の問題、悔しい踏みにじられた思いをしたことを伝えて、築地のようにならないように、ということで、私たちのね、この築地の思いはもう小池由里子に踏みにじられたと、当選したらもうそっぽ向いてね、もうどうしようもないね、こいつは、本当にもう。で、あとこれ、昨日かな、秋葉の方で小池由里子が、 演説をやったらしいんですけれども、始まる前から徹底した新編チェックと合わせて、市民から7つの公約ゼロ、小池はやめろなどと批判の声が飛び交っていました。演説の間もひっきりなしに批判の声。カメラ席から小池さんの声が聞きづらく、むしろ批判する男性の声がとてもはっきり何度も聞こえたと。で、北海道県警のヤジ訴訟の成果なのか、警視庁のおまわりさんもほとんど男性たちを制止していなかったと。プラカードを手に持ち、黙って抗議を表明する市民も多く、メディアの質問から逃げ、公開討論会からも逃げ続けている、小池都知事への批判と怒りが渦巻いている、

学歴訴訟は犯罪だって言ってますね。で、昨日はトレンドの方に小池百合子氏リードに自民党東京都知事選読み売り 調整調査。蓮舫氏は無党派層取り込み苦戦。で、小池百合子資料だよっていうことを報道して気持ち悪い。こうやって自民党がすごいみたいなニュースを出すまずゴミのせいで自民党やりたい放題するんだよ。安堵するな。犯罪と宗教の自民党、えー、消えてくれと。まあ、非常に温度差があったのが、やっぱツイッターとか SNS、この YouTube もそうなんですけれども、やっぱ反小池百合子が非常に体制を占めてたんですけれども、やっぱこうテレビはね、依然として小池百合子リードという印象操作みたいな形ですよね。で、えー、こちら、えー、当職員のおうね、やめて もううややめててくれとととと周りがねね石丸氏をを引き離しリードを保っいいるここのままで小池知事当選ということです、ね、一方、知事のお膝元である東京都の職員は、小池事参戦に冷ややかと、職員の多くはやめてほしいと思ってると語るのは、えー、当職員に向けて発行する、都政新報のハットリ記者。これまで小池知事の取材を続けてきて分かったのは、一般都民の受けはとてもよく、えー、当職員にとっては評価できない知事と、これ一般都民の受けはいいのかな うちの動画をコメントすする人ほぼ100ぐらいいみんなな批判しかしかてないですけれども当職員にとっては評価できない。も一般市民も評価できてないってことだと思うんですけどね。確かに2期目はコロナ禍で国に先駆けて企業に協力金出すなど、施、え、策、ー、にスピード感があった。また、0歳から18歳の子供1人5000円の支給といった一連の子育て支援を独自に進め、まあ、ばらまきと批判されながらも、都民はありがたく感じていた。子供いない人はね、不満に感じると思うんですけれども。えー、一方、当職員はコロナカルタや店舗に張り出す協力 協力金ステッカーをを作作らされこんななななもののががぜ必要なのか無駄な作業が増えたたと意気通りを感じていたあったね、こんなの。コロナカルとあんま覚えてないですけれども。協力金ステッカー、あー、なんかあったかな。これもなんかほぼ忘れちゃいましたね。それに子育て世帯への補助も財源が豊富だからできると。で、小池知事は財政改革を進めてきたと言ってるが、まあ、石原慎太郎氏の時に財政改革を徹底し、 無駄を少なくしたおかげと、しかし将来的に財政難になった時にバラマき系の施策が首を絞めることになる。バラマき真っ赤でね、全然財政改革が行われてないということで批判を浴びてるってことですね。で、加えて就任時から指摘されてきた現場の声を聞かないトップダウン。最悪ですね、もう一番会社でもトップになっちゃいけない人間ですよね。え、当職員はすっかりやる気を失っている。やっぱり、ま、現場に任せないとダメよ、もう、本当に。 もう、現場の声を聞かないともう最悪だからね、こいつはもう。えー、018サポートも、正月新年の挨拶で小池知事が突然言い出したもので、担当職員すら知らない状態。えー、小池知事は自身のブレーンを顧問や参与という形で呼び寄せ、えー、密室政治で物事を決めてきた。本当に自分に逆らいな奴はどんどん切り捨てて、全部イエスマンを周りに置いて、そこで進めてきたから、もうどうしようもないね、こいつは本当にね。各部ののの長長や課長代理は本来現場の声をを吸い上げボトムアップで政策を作るのが仕事 るだけ小池知事の手法に疑問を抱く職員は多い身内に募る不満に小池氏はどう向き合うのか小池氏は多分あなたたちがそう言ってもやめないわよ私絶対こういう腹積もりなんでしょうけどこのままだとちょっと大変なことになるなとまあ本当に 選挙行かない人、まあ、多いと思うんですよね。選挙行かない人はね、都知事選か、まあ、誰が言っても一緒だろう、うどうせ。俺関係ねえし、暑いからいいや。あ,あ小池ご意子しか知らねえから、まあ、言っても、小池同棲同棲するから、小池百合子って書くだけだからめんどくさいし、暑いからいいや。結局、それは自分に返ってくるんですよね。ですから、やっぱり、こういった SNS で上がっている声を皆さん聞いて、皆さん聞いてって言っても、まあ、この、おすけ TV ご覧になっている方々は、本当に、ちゃんと自分の意思を持ってね、しっかり、自分の信じる人に投票されていると思いますので、僕がどうこう言うつもりじゃ じゃないんですけれども、まあ、やっぱりまあ Z 世代若者ですよねそこら辺どう票を動かすかこのままだと非常に東京都の将来は不安だということは言わざるを得ないかなという状態ですねということでね都知事選4日に迫ってまいりますけれどもねまた今後どういう風に調整変わっていくか分かりましたらすっごースケ TV の方でも動画上げていきたいと思いますのでねチャンネル登録してまたご覧いただけますと非常に嬉しいです最後までご視聴いただきありがとうございました